皆さん、こんにちは。ことふみです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は、ツイッターファイルの第9弾をお伝えしたいと思います。タイトルは、ファイルは CIA がツイッターと提携していることを示しています。というものです。マット・タイビさんがお伝えしています。基本的に機械役のものを朗読していく形になります。ツイッターファイル、ツイッターとその他の政府機関、 FBI とツイッターがソーシャルメディアのコンテンツをモデレートする際の緊密な連携を承述するツイッターファイルの数週間にわたる報告の後、局は水曜日に声明を発表しました。申し立てを否定はしませんでした。代わりに、機関の信用を傷つけることを唯一の目的とする虚偽情報を公表する陰謀論者を非難しました。こちらの FBI の 声明はは別な動画で朗読してててますのの興味のある方はそちらを見てみてください私たちの唯一の目的が FBI の信用を傷つけることである場合、彼らは私たちを野心的ではないと考えているに違いありません。結局のところ様々な政府機関がツイッターファイルで信用を落としています。一つで終わると思いますかファイルは国務省から国防総省 CIA に至るまで、 連邦政府全体の機関を網羅するソーシャルメディア監視と検閲の広大なプログラムへのドアマンとして機能する FBI を示しています。この作戦は外国影響タスクフォース FITF の報告された80人のメンバーよりもはるかに大規模であり、地元の警察からメディア、州政府まで様々ままな小規模な関係者からの要求も容易にしています。 ツイッターは非常に多くのエージェンシーと連絡を取り合っていたので、経営陣は行方不明になりました。今日は国防総省、明日は FBI? 毎週の電話会議ですかそれとも毎月の会議ですかめまいがしました。主な最終結果は、何千という公式のレポートが FITF と FBI のサンフランシスコ出張所を通じて世界中からツイッターに流れたことでした。 2020年の6月29日、サンフランシスコの FBI 捜査官エルビスチャンは次の会議に OGA を招待できるかどうかを尋ねる2人のツイッター幹部に手紙を書きました。こちらすべて画像があります。複数の元情報当局者や請負い業者によると OGA またはその他の政府機関は CIA の 湾曲表現である可能性があります。彼らはそれが神秘的だと思っていますが、ただ目立つだけです。他の政府機関、私が27年間働いていた場所、と元 CIA 職員、レイ・マク・ゴーバンは言います。ツイッターでは幹部の一人が元 CIA だったことが公然の秘密でした。最初のツイッター幹部はステルスのふりをすることをやめ、その職員が 以前は CIA で働いていたので、それはエルビスの質問です、と電子メールで送りました。ツイッターの幹部の中で警戒心が際立っていた法務担当上級幹部のステイシア・カーディル氏は、知ってる。私の沈黙は理解されたと思った、と答えました。その後、カーディルは会議の詳細を最近雇われた元 FBI 弁護士の ジム・ベイカーに伝えます。私は FBI を招待しました。CIA も事実上出席します。とカーディルはベイカーに言い、あなたが出席する必要はありません。と辛辣に付け加えました。政府はツイッターだけでなく、事実上すべての主要なテクノロジー企業と常に連絡を取り合っていました。これらには Facebook、Microsoft、ベルゾン、 レディット、ピンタレストなども含まれます。業界関係者も政府なしで定期的な会議を開催しました。最も一般的なフォーラムの一つは、複数の機関からなる外国影響タスクフォース、FITF の定例会議で、多数の幹部、FBI 職員、そしてほとんどの場合、OGA とマークされた一人か二人の出席者が、 出席しましまた FITF 会議の議題には事実上常に最初またはその近くに通常は外国の問題に関する OGA ブリーフィングが含まれていました。その考えを持っていてください。公式の任務は外国の影響力であるにもかかわらず FITF と SF fbi 事務所はサンフランシスコ fbi 事務所は州政府や地元の警察からさえも山ほどの国内の接道要求のパイプ役になりました。多くの通信が時間切れになる一方通行のプラットフォームであるテレポーター経由で多くの要求が到着しました。こちらは2020年11月5日の通信の写真が添付されています。 特に2020年にフだいれが近づくと FITFFBI は何百もの問題のあるアカウントのリストを送信するリクエストでツイッターを圧倒しました。こちらも2020の7月20日エルビスちゃんからツイッターへのメールが画像で貼られてます。エルビスちゃんというのはサンフランシスコの FBI です。 ふだいれに向けてサンフランシスコ事務所から次から次へとメールが送られてきました。多くの場合、エクセルの添付ファイルが添付されています。政府からの要請が非常に多かったため、ツイッターの従業員はそれらの優先順位付け、トリアージを行うためのシステムで即興で作成する必要がありました。FBI は明らかにツイッターのポリシーに合わせて検索を調整していました。 FBI の苦情はほとんどの場合、懸命でも利用規約違反の可能性としてどこかに描かれていました。ツイッターの幹部は FBI がツイッター違反を探すために人員を割り当てているように見えることに気づきました。彼らはボルチモアの現地事務所と本社に違反のキーワード検索を行っている人々を何人か持っています。これらは おそらく過去5日間で私が対応した10件目のリクエストです、とカーディル氏は述べています。元 FBI 弁護士のジム・ベイカーでさえ、彼らが私たちのポリシー違反を探しているのは奇妙だ、と同意しました。こちらは2020年の下月3日のメールです。ニューヨークの FBI オフィスは、デイリーピーストの記事で名前が挙げられたアカウントの長いリストの ユーザー ID とハンドルの要求さえ送信しました。上級管理職はそうすることに協力的であり完全に快適であると述べています。外国の影響タスクフォースが DHS とともに最も過激な資料に関する何千もの国内レポートを転送していたことは誰も奇妙に思わなかったようです。こちらは梅田の記事の写真が添付されています。 その記事に何が書かれていたかですが、アメリカンレポートの記事です。タイトルが、梅田はーカードとザ・ハンを使用して別のアメリカボス選びを盗む。オバマンと梅田が2012に行ったようにというタイトルです。で、リードが、メアリー・ファニングとアラン・ジョーズさん。2020年10月31日、2009年2月、オバマン政権はザ・ハン カードとして知られる強力なスーパーコンピューターシステムを徴用しました。ザハンマーには札入れをハッキングして札を盗むことができるスーパーカードとして知られるエクスプロイトアプリケーションが含まれていますという記事です。こちらカードーとハッカーって、ボス選びのあの大騒ぎになっていた時期、ずいぶんこの単語を当ててきましたよね。そういうことだったんですね。 2017年に上院が Twitter のようなプラットフォームを引きずり出して以来、外国の介入は表向きはモデレーションの拡大を正当化するものでした。しかし、舞台裏では Twitter の幹部は彼らのプラットフォームやその他のプラットフォームで外国の介入が行われているという政府の主張に反対しました。Twitter ファイルは外国の影響力の理論を検証するという 絶え間ないプレッシャーにさらされている経営幹部を示しており主要な主張の証拠を見つけることができませんあるアナリストはロシアとのつながりは見つかりませんでしたと述べていますがブレインストーミングしてより強いつながりを見つけることができると示唆しています2022年の3月8日のメールが添付されています関係がある可能性は非常に希薄ですと別の人は言います この情報を使って実際に一致するものはありませんでした。と、元、トラストセーフティーチーフのヨエル・ロスは別のケースで述べ、一部のリンクは明らかにロシア語だったが、別のリンクはサウスカロライナ州の賃貸住宅だったと指摘しました。別のケースでロスは、一連のベネズエラのロ派のアカウントがロシアのインターネットのリサーチエージェンシーとは、 無関係であると結論付けています。ベネズエラ人は非常に大音量のツイッターでした。他の多くの IRA 活動とは全く特徴が異なります。とロス氏は言います。重要な電子メールで国務省がロシアの影響力について不安定な公の主張を行っているというニュースが OGA の過去を持つ幹部と同じ幹部にひどいことを認めさせました。 私たちの側では技術的な証拠が不足しているため通常はそのままにしてさらなる証拠を待ちますと彼は言います政府のパートナーがアトリビューションに対してより積極的になっていることを考えるとそれに関する私たちの窓は閉ざされていますそれを言い換えるとより攻撃的な政府パートナーはツイッターの独立の窓を閉じました その他の政府機関は FBI と FITF を通じてツイッターだけでなく Yahoo、Twitch、c l o u d f a リン l i n ン e さらにはウィキメディアと情報を共有することになりました。元 CIA エージェントで内部告発者のジョン・キリア・コーはこれらのレポートの形式を認識していると考えています。私には正しく見えます。と、キリア・コーはいい。 ティアラインの上で切り取られたのは元 CIA オフィスと全てのコピーされたオフィスでしたと述べています。多くの人々はインターネットプラットフォームが外交政策のニュース記事の節度について情報機関から指示を受けているかどうか疑問に思っています。ツイッターは場合によっては FITFFBI を通じて行っていたようです。 これらの報告は国内の報告よりもはるかに事実に基づいて物議を醸しています。ある情報レポートにはウクライナのネオナチプロパガンダに関連するアカウントがリストにされています。これには梅田が2014のクーデターの組織化を支援し彼の息子をブリスマの役員にしたという主張が含まれています。こちらもカラー画像が添付されています。 別のレポートは地区は配布における腐敗の梅田政権を非難するアカウントのリストはロシアの影響力キャンペーンの一部であると主張しています多くの場合、情報活動は簡単な報告の形で行われその後に単に新マドゥーロ、新キューバ、新ロシアなどとみなされるアカウントの長いリストが続きますあるレポートによると ウクライナ人が犯したとされる権利侵害を文書化するサイトは、ロシアのエージェントによって運営されています。これらのアカウントの怪しげな起源についての情報は本当かもしれません。しかし、ネオナチ、コンバスでの人権侵害、さらには私たち自身の政府についての情報の少なくとも一部はそうかもしれません。そのような素材をブロックする必要がありますか これは難しい発話のジレンマです。政府はアメリカ人及びその他の人々が新マドゥロまたは反ウクライナのアカウントを見るのを防ごうとすることを許可されるべきですか多くの場合、情報機関のレポートは反ウクライナの物語を犯した新聞、ツイートまたは YouTube ビデオの長いリストにすぎません。常にではありませんが、 時々ツイッターと YouTube がアカウントをブロックしました。しかし今私たちはロスがビューロー引いては IC が何を意味していたのかを確実に知っています。誤報ミスインフォメーションと歪んだプロパガンダディストーティングプロパガンダの境界線は薄いです。より攻撃的な政府から非常に多くの企業が これほど多くの報告を受けていることに私たちは満足しているのでしょうか ?CIA はツイッターのようなテクノロジー企業との関係の性質についてまだコメントしていません。ツイッターは私が行ったり書いたりしたことに対して何の意見も持っていませんでした。検索は第三者によって行われたため私が見たものは限られている可能性があります。バリバイス シェレンバーガー、イーハン、およびこのスペースで流行り伝染病からツイッターと議会の関係まで様々な問題について詳しく説明します。以上です。それではまたありがとうございました。